マルコの福音書、8章。その頃、再び大勢の群衆が集まっていた。食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われた。かわいそうに、この群衆はすでに三日間、私と共にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなります。遠くから来ている人もいます。 弟子たちは答えた。こんな人里離れたところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができるでしょう。するとイエスはお尋ねになった。パンはいくつありますか弟子たちは七つありますと答えた。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから七つのパンを取り、 感謝の祈りを捧げてからそれを先、き配るようにと弟子たちにお与えになった弟子たちはそれを群衆に配ったまた小魚が少しあったのでそれについて神を褒めたたえてからこれも配るように言われた群衆は食べて満腹したそしてあまりのパン切れを取り集めると七つの籠になったそこには およそ四千人の人々がいた。それから、イエスは彼らを解散させ、すぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方に行かれた。すると、パリサイ人たちがやってきて、イエスと議論を始めた。彼らは天からの印を求め、イエスを試みようとしたのである。イエスは、心の中で深くため息をついて、こう言われた。 この時代はなぜ印を求めるのか。誠にあなた方に言います。今の時代にはどんな印も与えられません。イエスは彼らから離れ、再び船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、一つのパンの他は船の中に持ち合わせがなかった。その時、イエスは彼らに命じられた。 パリサイ人のパンダネとヘラドゥンのパンダネにはくれぐれも気をつけなさい。すると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めた。イエスはそれに気がついて言われた。なぜパンを持っていないことについて議論しているのですかまだわからないのですか悟らないのですか心をかたくなにしているのですか 目があっても見ないのですか耳があっても聞かないのですかあなた方は覚えていないのですか私が五千人のために五つのパンを割いたとき、パン切れを集めて、いくつのかごがいっぱいになりましたか彼らは答えた。十二です。四千人のために七つのパンを割いたときは、パン切れを集めて、 いくつのかごがいっぱいになりましたか彼らは答えた。七つです。イエスは言われた。まだ悟らないのですか彼らは別サイダーに着いた。すると人々が目の見えない人を連れてきて彼に触ってくださいとイエスに懇願した。イエスはその人の手を取って村の外に連れて行かれた。 そして彼の両目につばをつけ、その上に両手を当てて、何か見えますかと聞かれた。すると彼は見えるようになって、人が見えます。木のようですが、歩いているのが見えます。と言った。それから、イエスは再び、両手を彼の両目に当てられた。彼がじっと見ていると、目がすっかり治り、すべてのものが、 はっきりと見えるようになった。そこでイエスは彼を家に帰らせ、村には入っていかないように、と言われた。さて、イエスは弟子たちとピリポカイサリアの村々に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか彼らは答えた。 バブテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや、預言者の一人だという人たちもいます。するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますかペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを今しめられた。 それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭子長たち、立法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと、弟子たちに教え始められた。イエスはこのことをはっきりと話された。すると、ペテロは、イエスを脇にお連れして、いめ始めた。しかしイエスは振り向いて、弟子たちを見ながら、 ペテロを叱って言われた。下がれサタン。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い。 私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。誰でもこのような勘引と罪の時代にあって私と 私の言葉を恥じるなら、人の子も父の栄光を帯びて聖なる見使いたちと共に来るとき、その人を恥じます。